おはようございます。はい、本日はですね、もう朝なんですけど、今8時半くらい、今日は彼と会う予定があるのでゲットレディーズミーを撮っていきたいと思います。メイクとファッションとかも見せていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はいつもと違うカラコンをつけます。はい、今日のカラコンはジーブルの2ウィークです。ナチュラルなんですけど、うっすらブルー、ラベンダーがかっててすごい透明感が出て可愛いです。はい、メイクポーチを持ってきたので早速なんですけど、メイクやっていきます。まずミノン使います。彼に会うということで、まあデートなので肌をね、プルプルに。そしたら最近買ったチカバリーカバー&トリートメント CC の GL SPF40PA2+ も入ってて、これね、グリーンのね下地なんですけど、最近ずっとニキビ肌なんですけど、この時点で結構しっかりカバーしてくれて、もうこれは今月のお気に入りですね。緑のクリームだからニキビの赤みとかを結構消してくれる。そしたらダルバのバームファンデ、これはいいですよね。今日は一応まあデートなので、こうナチュラルなんだけど綺麗に隠れてる感じ、ツヤ感がある感じにしたくて。もうマジでこのファンデ綺麗すぎて永遠に使ってる。もうこの顎のねニキビとかがすごい綺麗にね隠れるんですよ。秋冬に使うと本当にちょうどいいセミマット。なんかやっぱり秋冬ってさ、乾燥してるからクッションファンデとかクリーム系のファンデの方がいいかもしれない。化粧した感のあるベースメイクってなんかあんまり男性受けがね良くないんですよね。ユアグラムのブラック、そしたらセザンヌのノーズ&アイブロウパウダー。なんか最近本当に寒すぎてもうこたつをね出しちゃいました。まあ、猫飼ってて、それまで別に一人暮らしだったからエアコンあれば十分でしょうっていう感じだったんだけど、やっぱりなんか床が冷えるからさ、猫とかは靴下とかも履かないで歩いてるからかわいそうだなと思って、あと普通にこたつ入る姿が私は見たかったから。そしたらユアグラムのカバー&ハイライトコンシーラー、美容系 YouTuber さんってこうメイクしながら喋るんですけど、私できないんですよね。もう止まっちゃうっていうか、手が眉毛描いたらコンシーラーで縁取りしないともう無理になってきた。綺麗すぎて。そしたら今のコンシーラーでちょっと涙袋のベースカラーを入れとく。最初になんか朝ってめっちゃ涙袋ぷっくりしてません？私だけ？今日めっちゃ涙袋ぷっくりしてるんだけど。涙袋のベースにコンシーラー仕込むの絶対おすすめ。やっぱアイシャドウではね作れない立体感をね出すことができるので。セミーヘビーローテーションのカラーリングアイブロウのアッシュグレー03番です。黒髪の人はマジでこれおすすめ。眉毛生えすぎだろっていうぐらい生えてるんですけどね。基本的に毛が濃い、こんな感じです。そしたらちょっとアイシャドウに入っていきたいんですけど、なんか日替わりなのはだいたいアイシャドウとリップとチークぐらいかな。今日はデートメイクなので、なんか割とナチュラルめに仕上げたいんですよね。最近めっちゃ気に入ってるのがこのキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの18番、ここのグレー。今日はちょっと囲み目っぽい感じにしたいと思います。皆さんデートメイクってどうされてますか？私言ってそこまでね別に変わんないんだけどね、普段のメイクと。なんか私の彼は別になんかファッションとかメイクに何も言ってこない人で、てか私はなんか自由にいろんなことしたいから、逆に言ってくる人だったら無理だったんだけど、すごい気楽で。なんか人にもよると思うけど、髪切ったねとか言われるの好きじゃないんだよね。ファッションとかメイクって自己満足でやってることだから、他人に評価されたくないみたいなところはあるんですね、自分的に。めっちゃ可愛いこのアイシャドウ。そしたらこのね隣の色、わーすごい可愛いんだよな本当。これ秋冬はね絶対ね使ってみてほしい。この色はすごいキラキラでちょっとねメタリックな感じなんだけど、大人っぽい本当に。今日は特別にぶっちゃけると、
彼氏とはもうトータルで4年くらい付き合ってて、途中別れたりもしたんだけど、それ動画で言ったりもしたんだけど、別れた理由も今思い返せば、なんか別にそんな大したことじゃないんじゃないかっていうことだったから。このラメがすごい可愛いんですよ。この真ん中のラメめちゃくちゃ可愛い。ちょっとマットな色、玉ぶたのここに入れます。やっぱアイシャドウはね、下まぶた重めの方が私は好きですね。待って、今日マジで可愛いかもしれない。カラコンがいいかも今日。ラムの各二重ライナーで鳥ま目の影を描きます。なんか涙袋の影はパウダーで描くのもいいけど、細く一本リキッドで描いてあげると立体感がもう全然違う。影はさっきのアイシャドウのこれ使います。以前は涙袋がどれだけ漏れるかっていうのがね、メイクの盛るポイントだった気がするんですけど、なんか最近はね、ちょっと大人っぽい感じの方が好きだから、中顔面が短く見えて顔のバランスがよく見える気がするので、はい、そしたらもう涙袋はね、ずっとこのミシャのイタルプリズムの11番、これにすごいハマってます。今日は彼と会って一緒にご飯食べるって感じですね。いろんなとこお出かけするっていうのもあんまりできなくなってきたから。でもなんか好きな人とだったらさ、別になんかどこ行かなくてもさ、割となんか充実してたりしますよね。めっちゃ可愛い。このアイシャドウ作った人ほんと天才かって思うぐらいめちゃくちゃぷっくりするんですよ。ちょっとさっきのこのキラッキラのラメをこの目頭にさらにキラキラさせたい。アイラインはね、いつもブラック使ってるんだけど、今日はクレアボーテのこれ何だ、ブラウンブラックかな。最近本当に跳ね上げにハマってて、まず目に沿って5ミリくらい下げて、眉尻に向かって跳ね上げる。でその間を塗りつぶすってやつですね。これがほんと可愛い。まつげの隙間埋めなくなってきましたね。でも割とこの方法で描くとね、左右対称に引けるんですよね。でちょっと今引きで見た時に、なんかもうちょい目尻重くてもいい気がした。はい、こんな感じです。そしたら最近買ったデジャビュのねマスカラ、これすごい気に入ってる。マツパしたんだけど、1ヶ月ぐらい前に初めて自分でセルフでやったんですけど、かけたての時はすごい綺麗だったんだけど、なんか日に日にチリチリっていうか、でも楽ですよね、やっぱマツパって。ピンでもさ、目元ある程度パッチリするし、で今回下まつげもマツパ自分でかけたんですよね。今日のアイメイクはこんな感じです。はい、じゃあね、リップ塗っていきます。ちょっと今日どうしよう、なんかいつもと違う感じにしたい。ちょっと選んできますね。はい、ちょっと今日はね、この Tアイドルのツヤプルリップの07番束縛レッドにします。こういうめっちゃ可愛いボルドー、私の使ってた色とか好きな色がことごとく廃盤になっていくんだよね。コスメの廃盤めちゃくちゃ悲しいんだけど、なんか朝起きたら唇すごい乾燥してて、コンディション的にこのリップがねベスト。このリップめちゃくちゃ好き、めっちゃ可愛い。今日いつもと違うチーク塗りたくて、エチュードハウスのミルクチークブルーベリーミルクっていう、まあ、こういうね、もうマジで全然使ってないんですけど、すごい薄い紫のチークを使います。型押しがされてあるんだけど、もったいなさすぎてなんか使えなくて、パッケージとかめちゃくちゃ可愛いんですけど、あー、なんかこういう瞬間すごいなんかうわーってなるよね。普通にあーいいかも、大人っぽいかな、美白に見える、なんかチークしてる感はあんまりない。はい、じゃメイクこんな感じで今日はしたいと思います。あんまりデートの時はね、ハイライトとかシェーディングは全然私しないですね。崩れると結構あれ汚いから、崩れた姿を彼氏に見せたくない。はい、じゃーん、着替えてきました。はい、今着てるトップスは島村で買ったやつなんですけど、もうこれめちゃくちゃ好きなの。この袖がちょっとボリュームになってて、
でもここはパワショルとかじゃなくて、これ全体的にちょっとゆとりがあるので着痩せする。スカートは今日はこれを履きました。これも島村のスカートなんですけど、ここにねこのベルトがすごい可愛くて、秋にぴったりな感じの青緑みたいな色のスカートです。これねちょっとレトロですごい可愛いんですよね。これめっちゃ好き。若干ちょっとマーメイドみたいな感じになってて今年っぽいですね。最近ピアスにハマってて、ちょっと今日もね選んでいきたいと思います。今日ねなんかシンプルなコーデだからネックレスあってもいいかもな。こういうなんかシンプルなやつとか、このネックレスはねつけるだけで結構モードに決まるのですごいおしゃれですね。シンプルで今日の服にも結構合うと思います。こういう感じのね結構ゴージャスめのも今日のコーデに合うと思うんだよね。こういうねピアスもこれセットなんですよね。これめちゃくちゃ可愛くない？すごいゴージャスになる。一気に顔周りが華やかになって、これは強めの女になりたい時はめちゃくちゃいいですね。あとまあこういうベーシックな感じも大人っぽくてめっちゃ可愛いですよね。あとねこの星のもねめっちゃ可愛いんですよ。揺れるんですけど、今日の服装にはどっちだろうな。めちゃくちゃ可愛い。なんか星ってちょっと子供っぽくなるイメージあったけど、なんか K-POP 感がある。これも華やかですごいおしゃれですね。揺れる感じが可愛い。これはめちゃくちゃこうキラキラっとしてるからもう視線がね集まりますね。黒もめっちゃ可愛いんだけど、こう揺れるたびにキラキラっとしてすごい可愛くないですか。モードな感じに決まるんだけど、こうちょっと遊び心もあるデザインですね。今日はデートなので、まあシンプルだけど華やかなこちらにしました。で最近バッグこれ使ってます。これアースで買ったバッグなんですけど、何にでも合わせやすくてもうサイズ感がすごいちょうどよくてね気に入ってるんですけど、これとあともう私寒がりなのでね、この間グレイルの購入品で出したんですけど、こちらのねコート、これを羽織っていきたいと思います。ということでデート行ってきます。バイバーイ。